最近糖質制限やってる人多いじゃないですか。で、糖質制限やっていても体重がなんか下げ止まってる人とかっていないですか？もちろん、どんどん落ちていく人もいると思うんですけど、停滞期って結構ある人多いと思うんですよ。その人たちに向けて、一つね、それを停滞期を打破する方法ですよ。そのテクニックを少しお話したいと思います。糖質制限の種類、自分は大まかに3つに分けてます。1つ目が緩い糖質制限です。これは1日の糖質量が 60g から 80g ぐらいというふうに定義してやってます。で、もう1個はケトジェニックです。これらは1日の糖質量を 30g 以下ぐらいにします。はい。で、もう1つは超高タンパクです。糖質量の感じとしては緩い糖質制限のと同じぐらい、 60g から 80g ぐらい、それにプラスして、タンパク質量を PFC バランス、タンパク質量をめちゃめちゃ増やすという感じです。このタンパク質量がどれぐらいなのかって言ったら、だいたい体重の4倍以上とかそれぐらいです。はい。それらを、その3つがまずあったとして、それらをサイクルさせるということにします。だいたい自分たちの体っていうのは、恒常性、ホメオスタシスという機能がついてます。これらは人によってどれぐらいで発動してしまうのかわからないんですけど、自分の中の基本的なスタンスとしては3週間ぐらいでこのホメオスタシスが効いてくるという感覚があります。これの判断する基準としては、なんか体脂肪が増えてきたなとか、体重が、ちょっと増えたなとかっていうことになるんですよ。基本的な人間の体脂肪、健康的な体脂肪って多分 10% ちょいちょいなのかな、 10% か 15% ぐらいだと思うんですよ。でも自分は理想の体脂肪は 10% 以下ぐらいが常に、維持しておきたいということがあるんですね。だからホメオスタシスが効いてそのまま同じような食事してて、体調が良くていいっていう人はもちろんいるかもしれないですけど、自分は体脂肪、その普通の状態でっていうのは、体脂肪ちょっと乗っちゃってるような状況なんですよ、自分の中では。だから自分は体脂肪をちょっと減らしている状態で常にいたいわけだから、こうやって代謝を変化させるんです。ホメオスタシスの機能を打破するようなことをしているということですね。だから糖質制限をしている人で停滞しちゃった人、自分の中で太ってきたなとか、なんかあんまり下げ止まってるなって人は、これをちょっとサイクルさせてほしいということです。ちなみに昨日自分がやっていたことは、普段が最近は緩い糖質制限でした。緩い糖質制限で、ね、3000キロカロリー弱から3700キロカロリーぐらい取っていたんですけど、それぐらいだったら自分は代謝できるぐらいの運動量なんですよ。でもそれらがね、結構長い感じ、今3週ほど3週間ぐらいになってきたんですけど、そうするとちょっと太ってきたなっていう感覚があったんですよ。だから今回やったのが超高タンパクのことです。で、今回やっていてすごく感じたことが、体脂肪が減ったっていうの感じはもう速攻でしました。それとプラスして食欲の抑制効果がめっちゃ働いたっていうことがすごく感じました。めちゃめちゃ感じた。なんか脂質って、自分はそのケトジェニックとか糖質制限とかやってる人って糖質を取らないから、糖質の旨味成分はそこまで感じないから別にそこはいいんですけど、油って旨味成分でもあるんですよ、やっぱり。だから糖質と油って旨味成分の一種であるんで、結構ね、やめづらくなったりするんですよね。だからそこもちょっと自分としては悩みな感じになりつつあったんですよ。あれ、なんか食欲をちょっと落としたいんだけど落とせないみたいなところもあったりしたんですよね。ちょっと食べちゃってる、1日に 2,300 キロカロリーぐらい多く食べちゃってる感覚としては、っていう感じがあったりしたんですよ。でも超高タンパクにしたら食欲が勝手に落ちるの、我慢する必要がない。この感覚超重要で、我慢するとストレスになるじゃないですか、嫌なんですよ。でも我慢しなくていい方法がタンパク質を多く食べるということです。でももちろんこれね、何回も自分やったことあるんですけど、高タンパク、めちゃめちゃ超高タンパク質食をずっと続けるみたいな感じでしていこうと思った時があって、それでもやっぱり3週間ぐらいするとなんかね、代謝が落ちてきて太ってくる感じになるんですよ、同じ食べ物を食べてるのに。だからやっぱりホメオスタシスってめっちゃ働いてんだなっていうのにその時に気づいて、だからそこではちょっと気をつけてほしいと。超高タンパクが全て魔法の、体脂肪が低くて体調が良くなるような魔法の食事法じゃないってことだけは、認識してほしいんですけど、自分も認識しなきゃいけないんですけど、そんな感じで今糖質制限をやっていて、停滞していたりだとか、何も変わらないなっていうふうに思っている人は、
一回ね、どこかにずらしてみた方がいいと思います。自分は超高タンパクにしたんですけど、一回やったことがない人はやってみてください。感覚としては、超高タンパクの感覚としては、ほんとね、一日でタンパク質しか食べてないぐらいの勢い、もうそれしか食べてないぞ、もう 100% タンパク質食ってんじゃねえか、 90% ぐらい食べてんじゃねえかって思うぐらい食べてください。それでも自分の感覚でそれぐらい食べたとしても、PFC バランスでは 45% なんですよ、現実は。普段はちなみに 25% ぐらいのタンパク質量ですね、 PFC バランスの中で言うと。だからだいたい 180g ぐらいがアベレージで食べてるんですけど、今回は250とか 260g ぐらい、タンパク質、体重の、自分60キロ、まあ、62キロ、63キロぐらいなんで、4倍以上ですよ。それぐらいを食べると。だから、自分はこうやってカロリーの管理をしているから、こうやって見えるんですけど、自分の中の感覚って結構、わかんなかったりするんですよね。みんなカロリーをこうやって計算して食べてる人の方が絶対少ないと思うんですよ。自分の感覚って本当に当てにならないですよ。一回、がっつり、もう 100%、90% ぐらいタンパク質で食べるみたいな感じでやってみると、食欲抑制がめっちゃ効くし、体脂肪も減ったりする。代謝が揺さぶりがかかってね。っていう感じのことがあると思うんで、もし糖質制限をやっていて、そういう感じ、まあ、停滞してるような感じがあったとしたら、自分がやっているこの、超高タンパクでもいいし、ケトジェニックでもいいし、それを見直してみて、代謝に揺さぶりをかけてみてはどうでしょうか、ということです。はい。何かの参考になればということで終わりたいと思います。ありがとうございました。